河川敷にやってきました。で、まあ、河川敷って言ったらね、今環境を見ていただいたように、こういった草むらですね、こういった草むらにはね、まあ、今声聞こえてると思うんですけど、キリギリスとかそ そういったバッタ類がね、そろそろもうちょっとしたら、あ、エマコロギも鳴いてますね。まあ、そろそろ秋のね、あれやったバッタ類がねちょっと中心になってくるかなと思いますので、まあ、バッタがね結構いろいろいてるかなと思います。まあ、少量バッタですね、はい。まあ、いわゆるキチキチバッタって言われてるやつですね。なんでかというと、飛ぶときにね、これオスですけど、ね、あ、これです、飛んでますね、音鳴らします。これは敵に対する威嚇とも言われていますね。あ、飛んできましたね。残念ながら足が残ってしまいました。衝撃的ですね、はい、以上。え、敵に対する？防衛行動、まあ、音鳴らすことでっていうふうに言われてますけど、私はね、オスだけ持ってるんでね、メスへのアピールとかそういう意味もあるんかもしれないです。